他にございますでしょうか。毎日新聞の高瀬と申します。兵庫知事選についてお尋ねします。今度のですね、参議院議員の清水さんが出馬の一本ということを、まあ、それについては表明されているということなんですが、現時点で党としてのですね、その決定に向けたプロセスというのはどこまで進んでいるんでしょうか。まずこれはとりわけやっぱ兵庫県政に関することがありますので、兵庫維新の県議団の意見が最も重要だと思っています。そういうプロセスで進めています。なので兵庫維新県議団としてどの方が推薦するにふさわしいのか、そこを今協議してもらっています。この最終段階に入っているというふうに聞いています。で、報道されている清水さんがその有力な候補者の一人であることは事実です。で、清水参議院議員は11年間兵庫の参議院議員として実績を積まれていますし、兵庫の政治行政にも詳しいです。またブレずに維新のメンバーとして11年間や兵庫の議員としてやって、来られましたので、僕も適任者の一人だろうというふうに思っています。ただこれは最終的にはやはり兵庫の地元のメンバーの意見が大事ですから、地元のメンバーがどのような判断をするのか、その最初の段階、その意見、地元の意見というのを尊重したりとか、尊重することになると思います。候補として決まった場合ですね、党公認という形になるのか、それとも場合によっては無所属という可能性というのもあるでしょうか。それは本人の選択になると思いますけど、当然その可能性はあると思います。ただ維新としての独自候補ですということになると思います。今回複数の方の名前が挙がっていて、清水さんで5人目かなというふうに思うんですが、少々乱立気味という見通しの見方もあると思います。そうすると斎藤さんに対してですね、対抗するという意味では一定程度協調といいますか、その野党の間で調整するという方、他党の間とですね、するって方向性もあったかと思うんですが、そうではない方向で行かれる、独自候補を擁立するという方向で行かれるという、そういう理由も、これは維新として、辞職すべきだという意見も伝えたわけですし、またそれはやっぱり斎藤さんとしてはやらないということを踏まえて、不信任の決議までしたわけですから、維新の責任としても兵庫県民の皆さんに、じゃあ誰が知事としてふさわしいんですかという選択肢は示すべきだと思います。それは選挙有利不利とかではなくて、維新の会として、改革をさらに継続していく、ただその組織のガバナンス、ここについては少し違うところがあったんではないかということを含めて、維新の会としての考え方、そこを実行できる候補者を擁立して、そして兵庫県民の皆さんに選択肢としてしっかりと示すということは維新の責任だと思っています。なので別にそれ自民と組む、立民と組む、そういう選択肢はないです。自民は自民で当然やるべきだと思います。ここまでやったわけですから、自民と。写真の伸びです。兵庫の話も出ますけれども、無所属で出る可能性もあり得るというふうに先ほど代表おっしゃったかと思います。副代表独自候補っていうのは公認であるというところで説明されてきたと思うんですけれども、無所属であったとしても例えば維新から出したそれであれば独自候補というお考えなんでしょうか。まず質問の前提として、以前に質問ありましたけれども、当然公認ということもあるし、それ以外のものもあるというのは言っている通りです。なので公認しかないとは言ってないので、ちょっとそこは質問の前提が違うということだけお伝えしております。ただお伝えしているのは独自候補を出すということはこの間も言ってまいりました。その考え方は今も変わっていません。ですので維新の会として、推薦するのは推薦する、維新の会としての独自候補、これは僕は出すべきだというふうに思っています。自民党と一緒に選挙をするべきじゃないと思っているし、今回この経緯を見ています。
自民党とは立民とはやれないというふうに思っています。そういった意味で維新としての独自候補は、まあ、それはまあ公認という形なのか推薦という形なのかは、まあ、あると思いますけども、まあ、そこのやり方は実際、まあ、実務的にいろいろ話をすることになるんだと思いますが、独自候補を立てるということです。特にそこの方式は、まあ、本人の意思と意向と、センターで決めればいいというふうに思っています。ただ自民と立民と、まあ、これまでの斎藤さんの経緯も組むつもりは全くありませんので、むしろ自民立民を立てるべきだと思ってますから、都市に決議案やったわけですが、そういった意味では維新としての候補ですね、独自候補はこの人だということを県民の皆さんにお伝えできるようにしたいと思います。はい、ございますでしょうか。まず、まあ、名前に上がっている、清水さん、維新の議員としてずっとやってきましたから、11年間、兵庫県政にも詳しいし、兵庫の政治行政にも詳しいし、もし清水さんということになれば、まあ、本人が無所属であるかどういう形かわからないけれども、維新の、まあ、維新の県議団がこの人はという人を一人決めてもらって、その人を独自候補として応援していくというのが基本的な考え方です。本人推薦のは本人で行こうと、維新の選対等の判断になるのかなと思っています。自民実民と組むつもりはありません。新さん、次期衆院選で兵庫区に伺えて、次期衆院選も、まあ、今月に迫っている中ですけれども、このタイミングでその知事選に伺いをやめて知事選にということになればですね、支持者県民の間にもその混乱というのも広がりかねないと思うんですが、この点についてはどのように考えますか。それは同じ兵庫の選挙区なんですが、そして兵庫県政がある意味全国レベルで、さまざま指摘もされ、そして県政がある意味混乱した、混乱し、そして混乱しないという意見もあるんですけれども、結果として不信任、全議員の不信任決議となっているわけですから、それは兵庫、尼崎も含めた兵庫県内で起きていることなので、そこは兵庫県議団がもし清水さんをということであれば、清水さん自身がその尼崎も含めて兵庫のこの状態をなんとか前に進めたいという思いで決断されるのであれば、僕はそこは通じの通る話だと思っています。これが例えば東京とか全然違うところだったらまた違うかも分かりますけど、東京の議員とか東京の選挙区とか、まあ、大阪も含めて兵庫でずっとやってきたわけですから、で兵庫の支部長として、出馬するという間も準備この間もされてきて、まあ、しかもまあ今参議院議員ですので、そして兵庫の知事選ということになれば、非常にこれは大きな選挙になりますから、またこれは兵庫県議団と清水さんの判断だと思います。他にございますでしょうか。すみません、関連で大臣ですが、衆院選が、まあ、間近に迫っているという、そういった状況にある中で、まあ、今回その独自候補を擁立することはですね、その衆院選にとってどのように作用するか、まあ、逆に言えばその、まあ、どのような機会として、まあ、使っていくかというのを考えてください。衆院選に作用する作用しないはもう関係ないと思います。あまりそういう選挙戦術とか、まあ、そんなことは考えるなのか間違っていると思うし、筋も違うと思います。まあ、今回、まあ、結果として、これは兵庫の選挙が先決まってたわけですね。で、衆院選、これは場合によっては元どうなったかもわからないし、まあ、石破さんが10月27日だというふうになったので、ほぼ、まあ、それでもちょっとずれてるのかな、かなり近い時期にはなってますけど、もともと兵庫の状況としてそうになっているわけですから、それはもう、あまりこう重ねて考える話ではなくて、むしろ兵庫のことは兵庫で考えるという考え方に立ったときに、やはり我々とすれば、兵庫県議団の信任決議をしたわけですから、であれならば、この人が信任できるんですという選択肢を、兵庫の皆さんにお示しするというのは、数字だと思っています。だから、国政選挙を受けて違うのかなと思っています。